はい、どうも TT です。引き続き大海賊クエスト島デラックスやっていこうと思います。で、今日は土曜日なので移動が結構なんか安いみたいなこと書いてあったんで、移動、待ってちょっと順番によって喋っていこう。まずランク上げてあります。55まで来てます。前回49とかだったのかな、6ぐらい上げてあります。で、まあもちろん戦闘メンバーこの1、2、3、3人、4人はマックスまでということで、あ、ジョブチェンジもね、オノヨンコも結構してるんですよ。もう40いってます。もうね、コイン使う、待って、あと3つじゃない。チンパンジークマックス、勇者、最後に何を残すかだね。勇者は大体 A、 守りだけ B。これは、あー、着ぐるみから先行くか。あ、チンパンと勇者一緒か。じゃあ着ぐるみから行こうか。秘伝が5、まず秘伝が5、アイテム秘伝が5、秘伝秘伝が、あ、やばい、3しかない。足りるか。足りないぞ。秘伝が足りない。ちょっと待って、マジか。ついにここに来て足りなくなってきた。あ、そうか、こいつにしか使ってなかったけど、仕方ないから、じゃあ勇者から行くか。勇敢戦士が5。マジか、勇敢戦士が5はいけるでしょう。2、3、4、5、 OK。で、じゃあ勇敢戦士、ついに勇者ですよ。来たこれは強い。もうね、妹子もね、見て、だいぶ良くなってきたでしょ、能力で。鎧塚キットとかはまあ慣れるやつ適当になっとけばいいかなって。まあ狙撃士とかなっとくか。ギャンブラーなっとくか。よし、で、キヨコは、キヨコな、スキル結構欲しいからな。まあ、狙撃手いっか、じゃあ。で、俺が気合い入れて、クマックスって名付けたけど、こいつ、多分、クマックスじゃなくなるな。あ、そっか、こいつ結構持ってんだったな。どうする、冒険家ぐらいになっとくか。まあ、もともと能力は高いはずなので、それになりに働いてくれると思う。で、一旦装備を、伝説のやり、装備を伝説のやり、装備を伝説の銃のままで、装備をハンマー791で、ハンマーはダメだ。お前後ろから攻撃してくれないと多分ね、やられるよすぐ。だ、前がこの3人でいいね。 OK。 で、まあ、コインも85枚貯めてあるんだけど、俺コメントでいただいて、なんとおすすめショップの所持品最大数アップ10じゃない。で、俺今アイテムが80で、まあ、マックス99だよねっていう話をしてたと思うんだけど、コメント噂によると、ここにスペースあるでしょ？ 990 らしい。マジかって話なんだよね。あ、ちょっと待って、一旦戻るわ。レベル、ランク50以上で、さらに、なんかもらえるはずなんだ、王様から。で、今日は新しい島行くから、っていうことで、まず、まあスゴロクもやりたいからあれだけど、ちょっと所持品最大数上げとこうかな。100ぐらいはいっとくか。90で本当に100いくか。まあいくんでしょうね、990って言われてるから。100 クエストも増やすか。戦闘配置の指示なのに、クエストやフリー対戦の戦闘、
え、これ強くない？戦闘配置、俺ずっとさ悩んでたじゃん。これこっちに行ってくれたら、ああしてくれたら、こうしてくれたらみたいな。ただ180もかかんの。それはめっちゃいいけどな。うわー、ちょっとマジで。お料理シリーズって何？ああ料理か。クマックサンマーセット。え、クマックサンマーなんてものがあるんだ。チンパン銃セット。チンパン銃、ルンコの弓セット。待て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 、どうする、いろいろどうする。あ、てかレベルも強くなったから、俺ひょっとしたらいけたかもな、ここ。まあいっか、とりあえずは、うん、戻って違う島も行こう。で、あとは、まあ、結構いろいろやったんで、討伐ミッションも結構これもらえるはず。 UFO 回、 UFO 回あ、待って、だけど俺、あ、モンスター牧場でお待ちしております。あ、受け取れる、よろしく。で、こいつがカブジロを買い、星に。も、あ、モンスター牧場いっぱいか。一旦じゃあ帰るか。一旦帰ってから、そうだな、いろいろやってこう。ランクもだいぶ上がったんだよね。ただね、強さがな、これでも強くならないときついよな。いや、てかお金も結構貯めたんだけど、どうしよっかな。結局戦闘メンバーの一軍っていうかね、あのこいつら以外はあんまり使えないから、あ、ちょっと待って、レベル上げたいな。パワーアップで60とか、まあでも100持てるようになったからな。そっか、いや、そう、なんかね、前80とかでもすぐ80とかになっちゃってて、ちょこちょこ使わなきゃなと思って使ってて、結局そのレベルマックスになってジョブチェンジみたいなのもちょこちょこしてて。あ、待って、スゴロク割引じゃねえか、これは。取っといてよかった、これはやらねばならん。で、まあ安いやつ、てかもうこうなってきたらもう勇者もいらんけどな。偉大なる人15ってなかなかいいよな。取っとくか。あとは5取っとく、一応。で、4も取っとくか。これでいっか。はい、稼げる。70万いったぞ。で、にこやかな川で、ランク50いったから、あ、100以上極める。うわ、めちゃめちゃもらってる。フリー対戦もやってます。50勝いってますね。アクセ、はい、移動速度が1段階アップ。伝説の鎧、知識書、 U、 フリー対戦で50。なるほど、あんまりそんな大したもんくれなかったな。で、とりあえず今回はここ、4万、あ、もうそっか、俺も4万も6万もうめちゃめちゃどんどんいけるじゃん。こっちの島をね、今日は行ってきたい。行ってきたい？行ってみたい。で、卵の方を、どうすっかな。もうメタボックとかいっか。別れよう。卵もね、めちゃめちゃあんだよね、今。まあ、星2の貝じゃないやつはとりあえずもう別れよう。で、お前は？星2の貝じゃないから別れる。お前は？星3か。星3か。ティンクルはとりあえず残そう。ミミッコも別れよう。で、あとはこいつもキラガイも別れる。いや、まあ、20体プラスしてもいいか。でも別にそんなに、あ、間違った、そんなにいっぱいいても仕方ねえんだよな。貝で1か、悩むな。ガンガン分かれていこう。貝、貝、ハリザイモンは分かれる。で、お前は4、カイコ4、 UFO カイ。あ、そう、卵どうすっかな。こっち側まず見てみるか。討伐ミッションからカブジロカイ。いや、結構ね、鮭、あ、来た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 、鮭ポンカイ、よろしく。で、鉄砲なぎカイ。こいつまあまあ強かったの記憶あるけどな。で、ポヨンポ回、あ、こいつの回も来る。
アチシーのスカイ、あ、いいじゃんいいじゃん、あ、見比べればよかったな。いや結構もらえるな。こんなもんか、こんなもんだね。どうだ、1100の103、306、いや弱いな、こいつ可愛いのにな。カイとの違いは、あ、でもどっちもカイで、あ、スゴロクの方が良かったね。スゴロクじゃねえわ、このここでもらったやつ。いや、こうなるとグワックス弱いな。グワックス、わかるよ。ビリピョンもいらん。ただこれあれの埋めればいいだけだから、多分萌山、あー、カイの方が強いな。星を超えてこいつの方が強い。まあ、とりあえずキラーが分かれる。海兵カイもそこそこだな。 UFO カイもそこそこ強いな。カイっ子弱えな、星4なのに。船内のも一旦ちょっと入れ替えるか。 UFO とか連れてこ。200、そうだな、それなりのこいつを牧場にして貝を入れてく。こいつも強い。いや、クロティンクルールどうする、お前もやれないか。いや、鮭連れてきて、鮭連れてきてよ、鮭連れてきて。連れてけないかな、まだ。あ、連れてくる。あ、待って、10体連れてきるようになってる。あ、増えるの。じゃあどうすかな、この2体いくか。そうだな、お前ら2体いくぞ、ついてこい。で、卵めっちゃあるんですよ。卵も置いてくわ一旦。まあ、ここら辺はちょっと適当に、どうせ新種カモを求めてやるだけなので適当にやってくね。はい、で空いたところにとりあえず卵全部入れ終わりましたね。まあ待ちましょう。まあ時間もバラバラだから適当になるでしょう。まあスゴロクですよ、俺といえばスゴロクで。あ、3か、3ならもうやれるだけやろ。 1,2,3,4 ないんだよな、俺4ないのよな。もう入ってるやつが強いってこと分かったから、95目指すか。とりあえず95と108。あ、こいつ弱いでしょ、どうせ弱いでしょ。よろしく、弱いね、はいはい。ま、1あるなら使うか。1ある、どうだ、強いかな。強くてもいいんじゃない。でもレアって出なかったな、レアって出なかったら弱いでしょ。あー、そこ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 、90 5 1 2 3 4 5 6 1 6 6 6あるんじゃない。ある、あ、使えないの、一回使ったら使えない。あ、そういうこと。あ、じゃあここでか、せっかち、俺せっかち。よし、レアって出れよ、レア。まあ、でもだいぶ強くはしちゃってるからな。出た、来た。最強をさらに求めてくから、弱っ、スケゾー弱っ。なんだよ、もうあんまりなんかもう本当にもうまぐれ目指してっか、なんかあんまり使う意味感じてこないな、わかんねえもう。ダイヤの指輪、まあ、ただランク上がればそれなりに強いやつも出てくるはずなんだよな。働くか、働くよりも、俺何欲しいんだっけ、なんか欲しいのいっぱいあるはず。1,2,3,4、 いや、なんかすげえ4出るな、欲しいところに4がいるな。こいつとか強そうだな、振るぞ、いけ、2、サイナアップ、サイナアップ嬉しいよな。だけど、いや、本当にあの強いやつら才能増やしてってもいいんだよな。もう多分あいつら可愛がっていくことになると思うんだよな。
あいつら以上の上がいるのか。まあいっぱい今回安いからサイコロ全部振りしてってもいいと思うんだよな。振ってこう。4 1 2 3 4。あーいいぞいいぞ。で俺も1ないっけ。レア来い、レアレア、よしよしよし。レアスーパーレアみたいのあんの。弱っ、つのすけ弱っ、つのすけそんなんじゃうちのチームに入れん。よし使っちゃおう。本当はもっといいのに使うべきなのかな。剣とか。レアって来い。出ない。宝箱に入って出ない。いやー弱い。アリヘイ弱い、アリヘイ。でも次のページ行こう。レベル8。10ぐらいとかいったらさすがに。マップ見るかとりあえず。はいはいはい。あ、人が多くなってきたな。はいはい。でこれ宝箱ゾーン。新しい職業はまだあんのかな。俺慣れてない職業いるかな。いや今んとこないか。鍵いいよね、鍵。うん、150風呂。とりあえず今日は触れるだけ風呂、お得な日だから。なんだそれ、伝説の指輪。装備もかなり重要ってこと分かったからな。いや勇者かっこいいな。小野妹子、お前がついに勇者だぞ。遣隋使から勇者だぞ。進化したね。極上肉、極上肉とか本当にいらんな。もうい捨てるほどあるからな。わ、5か。まあ、いてもよかったけどな、こいつら。どうだ、レア。出ない。いや、まあ、お別れして、あ、でも4か、こいつら。それなりなんだな。3の武士いらん。じゃね。よし。商人サダモガスケ。弱い。あ、符号か。符号って何？どういう立場なの？商人とかもうちょいいてもいいんだよな、正直。ギャンブラーは一人いてもいいはず。あね、コイン、あの、このスゴロが安くなるから、格闘家とかいらない。ここら辺いらない。もう戦わないもん、お前ら。星さんのお前らは戦わないよ。このゲーム、マジで、ひたすらやっちゃうんだよな。ちょっと待って、これスゴロクだけで終わっちゃう回にするわけにはいかんから。サクサクいくよ、サクサク。あと1回触れる。6。宝箱を開けるっていう鍵も俺持ってんだよな。いい銃来い。狙撃王か。チンパンジーの銃みたいなやつあったじゃん、あれ欲しいな。さあなんだ。あー、特技玉ね。よくわかんないやつね。使ったことは未だない。お、どうだ、侍武士か。レア、大工もいるの。大工いる、商人いる、コックいる、大工いる。うわーやばい、意外に俺どうしようかな。一緒か、行くか。じゃあね、バイバイ。でキット。おえー、いいじゃん。キットいいじゃん。キットいいじゃん。キット。また明日。オッケー。あい、卵が孵化。よろしく。はい、ガンガン来る。すごろくな。いや、見たな。じゃあ、お様変わった。え？また？何？あ、モンスター40種、今増えたんだか。増えたのか。いいぞ、いいぞ。で、建築、家か。あー、そっか、今すごろくやったからな。どうしよっかな。この辺どうしよっかな。まあ、ここら辺建てとくか。
なんかいろいろさせたりもしたいんだよな。まあ、じゃあこの辺立てといて、でここら辺とかになんか入れてこう。なんかね、建物とかも多分俺結構いっぱいもらってるはずなんだよな、ここら辺ね。まあ、何がいいのかってちょっとわけわかんないんだけど、何にしたいかっていうことにもよると思うんだけど、別に何にしたいとかねえのよ。置いとくか、こんな銃とかやれお前ら。誰が誰なのか分からん。あい、卵ね忙しい。おお、初めて。忙しいのよこのゲーム。カードゲームとかも置いとくか、じゃあこの辺。はい、多分ね、あのこういうあの被らない方がいいとは思うんだけど、こういうのね。でもよく分かんねえから、猛特訓場もじゃあこれ特訓尽くした。ここはよし、これでいこう。で違うのよ、俺はもう次の島行きたいのよ。一番低いとこ105、115、155、92、ここ行こう、行け。これ移動してる間にいろいろやればいいから、スタミナももったいないしね。で何をやるかっていうところなんだけどな、仲間もいっぱいなったな。50あるからアイテムチーム増やすか、増やせるだけ増やしとくか。どっちにしろいつか増やすことになると思うんだよな。まだ増やせんの？いや、所持品最大数ももう一個増やそう。一旦こんぐらい。よし。で、戦闘メンバー増やせるようになったでしょ？あれ今増やせるようになったんじゃないの？待って、どういうこと？え？クエストメンバーに1チーム。クエストってあの洞窟行ったりするのにもう1チーム行けるってこと？え？待って、どういうこと？戦闘チーム編成ではなくてクエストチーム？あ、いガンガン来る。そっか。いや、卵金あるからモンスター牧場増やすかこれやるかだけど、これ結局あのこれ書いてあるけど、はい、ちょっと待って、測量開始。これさ、結局あの狙撃手が使用しますって書いてあるから、狙撃手がいないと使ってくれないのよね。だからうち狙撃手って、その元々の狙撃手っていなくて、転職した狙撃手とかだったらいるかもしれないんだけど、鮭ポン頑張れ、く戦ってくれるか、戦ってくれる、うちの鮭ポン UFO も来たぞ、頑張れ。弱い。え、待って、クエストちょっと待って、8人になったらマジで話が全然変わってくるな。ちょっと楽しみだな。一旦ここの測量終わらせるわ。やってたら卵が孵化しそうです。黒だよ。いや見たっていやいや見たって、見てないやつくれよ。今現状こんな感じです。大体負けてますね。まあ相変わらず一番体だけが残ってる感じですね。さあボスバトルです。おぱたろう、おお、ギギギギ、侵入者を排除しまちゅこいつか。ていうかさ、今入れたやつ、新しくスゴロクで入った強いやつと、ひょっとしたら一軍メンバー入れ替える可能性あるかもな。あいつ強かったもんな。いや、そうなると妹子がいなくなる可能性あるんじゃない？大丈夫？妹子は入れときたいよ。妹子は入れるよ。可愛がってるからね。いやでもあいつだいぶ強かったな。他見てめちゃめちゃ強いでしょ。今こうギギギあかんでちゅ。よし、オッケー、クエストセイ。クエストに人
1チーム追加。いやマジで、でもこれで2チームいけるようになったら全然違うんだけどな。そこ気になるな。ま、ここ行きます。で戦闘メンバーの、待ってよ、クマックス、クマックスが言っちゃえば弱いのか。クマックスを外してこいつ、こいつだよな。クマックスよりは絶対強いよな。待って、もう一回クマックスと、クマックスと見比べて。あ、でもこうなった時点で、でもこれ職業にもよるかな。いやどうしよう、せっかくクマックスって名前つけて星5だし入れたいけど、だったらクマックス違うとこのリーダーにしてもいいんじゃないかなっていう案もあるよな。あー、いや溜まってるね、溜まってるね、クマックス。お前下の階か。ハンマー類で素早く大きい、重くない剣装備で水平アタック。いやそうだな、キットキットにしちゃうわ、ごめん。でちょっとここのメンバー入れ替えるわ。よし、で戦闘メンバーもだいぶ入れ替えました。まあ2軍以下は適当に星4のやつを今回集めて、唯一シャンクスだけ星3だけど強いんで、こいつだけ入れてる感じですね。他はまあ変わらずって感じかな。これでいこうと思います。よーしよーしよし、いいぞ。でここか。あー、クリアしないと肉ゲットはできないところね。てか肉ゲットあるか、森林パーク公園。はいはい、まあ今回からはもうね、ボス戦だけ、まあちょチーム1チーム増えたんだけ気になるから、それだけ、あ、サスクチーム選ぶで出発メンバーを選択してください。いけるじゃん。他のチームを解除してからもう一度選択してください。え？ん？ 2 分の1。あと2チーム。これと、これ。あ、で、いけるってこと？え、いけんの？待って、これ全然話変わってくるな。え、待って待って。めっちゃいいじゃん、これ。え、これ、もう一個やりたい。3チーム連れてきたい。え、したらマジでよくない？そうなってくるとなおさらこのメンバー入れ替え、これ欲しいかも。待って待って、最強になっちまうぞ。だから2軍もだいぶちょっとそこそこ強くしとかないといけないな、盾としてね。もう初めにやられる盾役として。パーティー8人でいけてんのか、どうだ、いけてる、勝ったわ。これも勝ち、これも勝ちですよ。だからこの2人目に剣がいるのとかもったいないんだよな。ここに槍になってくれたらいいんだけど、これはいいね。前の2人が攻撃力弱えから入れ替えてもらいたいくらいだけど、そっか、じゃあこいつらのスキルもだいぶ重要。まあまあしゃあないしゃあないしゃあない。で前の2人はやられるよ、盾扱いだから。ほらここからかな、こっからが勝負かな。うん、あ、これはいいわ。なんかちっちゃいやついる、ちっちゃい、ちっちゃいやついる、かわいいかわいいかわいい、弱い、こっからだね。あ、いいね、あ、いいね。待って、さらに30でもう1チーム増やせんのか。いやだけど、だったらこっち先に欲しいな。180貯めんの、180も貯めんの俺。待って、楽しくなってくる。どうしよう。まあちょっと一旦ボスまで行くわ、考えながら。怒りの医者チーム、おや、お体の方は大丈夫ですか、お怪我などないですか、よかった、これで心置きなく戦えますね。これさ、後ろの銃って4列目でも
打てるってことはやっぱ銃の割合だいぶ増やした方がいいんじゃないかなって思ってんだよね。やっぱ後ろから銃撃てんのだいぶ強いと思うんだわ。全員が一気にだこのさ3列目のこいつらなんてもう見てるだけみたいな状態になってるから、やっぱ基本銃を使える、まあ弓もいいのかもしれないけど、そこら辺を優先度高く装備させた方が良さそうな気が してきてんだよな。え、もうマジでこれ俺強くなってるよ多分。医者呼んでー。ちょっともう一回練り直さなきゃな、装備見直さなきゃダメだなこれ。なるほどね、こうやって強くしていけばいいのか。レベル的にそろそろ小野の妹子が限界かなと思ってたからどうかなと思ってたんだけど、これならまだまだいけるね。チームとしては全然強くなる。わあ、それでさらにレベル上がるもんな。よし、ちょっと一旦ごめんね、一旦待って、怒りの医者すごいんだけど、待って、もう一回、え、待って、139,000高いな。一旦ちょっと戦闘メンバーの装備見直すわ。よし、一旦これでいってみるか。はいはい。え、もうボス余裕だよ、ボスとか余裕だよ完全に調子に乗ってるけど、いいね。モンスター、あ、待って、モンスターの俺家とかは大丈夫？モンスターの家 1,2,3,4 あ、10個あんのか。さあボス、いたずら魔人ガハハハ、よく来たな。さあ最高峰のバトルを楽しもうじゃないかまあちょっと何人か欠けてますけど、1800何人か欠けてますけど、やっぱり人数増えるだけで余裕だな。討伐した、と達成した討伐ミッション、どれどれ、UFO、 そんなにやった。ソフコの槍、ソフコの槍強いんじゃない？ちょっと待ってよ、戦闘メンバー装備できる？ソフコの槍、わ、強い強い、あ、しかも遅くないじゃん。あ、これはちょっとレベル上げる価値あるな。うわ、それはいい、めちゃめちゃ強そう。ただここでは上げれないからまたちょっと島探索だな。ちょっとねこの、あーあーあー楽しかったああってなった。このゲームね楽しすぎてね、本当に今はもうマリオとかも発売してやってるんだけど、そっちもやりたいんだけど、ログインボーナスもらえるとさ、ログインしちゃってそのままちょっとやるかってなっちゃうんだよね。まあちょっとこのレベル上げだったりとかそういう期間はあったりとかしたらそれでいいんだけど、結局ね進めたくなっちゃうから、やっぱりどん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 次行きたくなるし、やり新しいことやっていきたくなっちゃうんだよね。で、まあ、隠れ極上 C++ スタミナ35、これ行くか、次の島行くか、もうでも肉も足りないし次の島行くか。155115105、こっち行くか、行こう。さあ新しい地域のボスバトルでございます。オパタロギギギ、こっから先は、あ、今回はロボットシリーズなのか。トウシマチェンでかい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 な。まあでもやっぱ一軍は一軍なんだな、戦闘の始め。ここはここはさすがに8人、10人にはならないんだな。まあまあ余裕でしょ。でかいなこいつら、ラスボスぐらいのオーラあるじゃんこいつら、4人も揃ったら。まあ余裕でしょ。よし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 、ここには何かあるかな。ギギギ、もうダメでちゅ。でさ、俺今この待ってる間に測量してる間に考えてたんだけど、お金の使い方について。
あ、みんな来てた。いいじゃん、いいよ。いいよ。あのさ、待ってよ。なんもない？なんもなかった今。おや、不穏なす、船、オリエンタル、いやちょ待って、でも島行きてんで俺、島。肉集めたいんだよな。でさ、秘宝で、まあ、これ今肉、速度が少しアップするやつなんだけど、この HP が20アップでお金とかのやつ、ここら辺ちょっとやっていこうかなと思って。お金の部分は全然やってなかったから、HP30 アップとか、50万ぐらいまではやっちゃってってもいいんじゃないかなと思ってんだよな。SP もいいね。SP10 万もすんの ?5 アップ。25アップ。5アップで5万で、25アップで10万ってこっちだよな。いやもう50万か。もうお金が本当に、攻撃も上げようか。5万なら。40万ぐらいまでいっちゃうか。守りが10アップ。3万いこう。あと4万。4万。限界5万。限界5万。秘宝って何？秘宝って何？いや、ここらもう全部10万じゃん。あー、もうこんなもんにしとっか、とりあえず。これ以上は減らしたくないな。いや、一応なんか、その、大砲を聞くしたくなるときもあるかもしれないじゃん、30万使って。これの薬やな。ソフコ姫のとこで交換してこないとないんだよな。あんまりね、まあ、たまに手に入れたりもする。あー、あとね、幻の調味料。入れちゃうか。10万。なんか11個ある。よし。5万。プレイポイント、プレイポイント、いやもういいわ、とりあえずいい。ここら辺もやってね、能力上げてくっていうのもいいかもな。今いる選手、小野の妹子とか。選手って何？選手って何？こいつら戦闘員がね。じゃあまあ測量もまたさっくりカットしてやっていくわ。さあボスバトルです。闇のセレブリティ。え、こいつの職業何？俺いる？こんにちは。私は今世界を巡るクルーズの旅に出ている最途中です。いろんな素敵な島を巡って素晴らしい景色を堪能しているうちに私はこう思いました。よし、海賊になろうって。じゃあ戦いましょう。イカれてんな。めちゃめちゃ金ある人ってやっぱそういうイカれ発想出てくるのかな。海賊、まあな、だけど海賊がどうこうっていうよりはなんかさ、そのトレジャーハンターみたいのはちょっと憧れるよね。なんか一攫千金なわけじゃないけど、なんか金銀財宝探すっていうのはちょっとまあ分からなくはない。なんかこれまあ男だけの話なのかもしれんけどね。まあ男でも今分からない人も多いか。まあでも宝くじがあるぐらいだから分かる人も多いかな。行って、やっぱ海賊なんて無理か。いや、セレブならもうセレブしてた方がいいって絶対。代わりに俺がセレブしてあげたいもんな。さあクエスト達成です。で5個しかくれん。あ、セレブリティ来たぞ。他はやられちゃったか。仕方ないね。3か、あんまりだな。で、どうだ、島は？ある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 。そこ行こう、そこ行こう。よし。いけいい。なんかあんまり、このゲーム、なんか初めの前半、俺、スゴロクとかやってるからかもしれんけど、なんかあんまり、島一つぐらいは進んでいきたいなと思ってんのに、進み方がなかなか遅くてね、スタミナもめちゃめちゃあるしな。一旦ちょっと長い動画にしちゃおうかな。いやマジでぐらい、それか1日2本上げるぐらいの勢いじゃないとこいつ追いついてこないのよ、俺のこのゲームのモチベーションに。よし、じゃあここ上級ディープ、こんなん余裕ですよ。目つぶってもいける、お前ら頑張って行ってこい。じゃあサクサクちょっとボスまで行こうか。
怒りのギャンブラー、ふふふ、私と一丁全財産をかけて戦いませんか。いいよ別に。そうですよね、しないですよね。する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 。お前いくらよ全財産。2000円とかやめれよ。2000ゴールドとか。ギャンブルなんてよくないですね。よくないよくない。さあ戦いましょうか。いやまあまあそっか、ギャンブルになるか。だけど結局戦って宝箱とか、こいつ海賊やってくからねえ、奪うってことに関してはもうそれ、もうこの戦闘自体がもうギャンブルみたいなとこあるんじゃない、勝つか負けるかみたいな、そういう話になりかねないよこれ。てか前の2人が本当に弱いな、全然レベル上がらないな。そっか、前の2人ちょっとレベル上げてあげてもいいかもな、アイテムで。でもどうせスゴロクでめちゃめちゃ強いやつ来たら、どんどん、ギャー仮想にかけてたのに、どんどん人の入れ替えはあるからね、うち。じゃあまあそのまま次のボスまで行こうか。さあボス、ボスです。怒りの狙撃手、はーい、バトルですね。分かってますよ、さあ戦いましょう。いいよ、やってやろうじゃねえかよお前ら。俺この看板での戦いが不安をめちゃめちゃ感じてんだよね。もうこっち側に結構強いメンバー10人来ちゃってるから、この上で戦ってるやつら結構弱いのよ。こいつらが果たして、はい、ランクアップしました、勝ててるのかどうか、こっち側がね今気にはなってんだよね。結構ここら辺の敵もまあ強いっちゃ強いと思うんだよね。言っても100レベルぐらいのところだから、これやられんのよこうやって。でもどうなんだ、回復してまた復活して出てきてんのかな。のっそ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 歩いてんな。はーい、やっぱり負けましたね、やっぱり勝ちましたよ。これ見て、ボロボロに負けてるのこいつら、ずっと残ってるこいつら。まあいいんだけどさ、どうなんこれ、奪われるとかあるわけじゃないよね別に。船がいない間に勝てなくて船奪われるとかないよね。これもう船さらにでかくなったりすんのかな。っていうかめちゃめちゃ高くなってきたな、もう初めの頃のやついらんな。いや、うん、これもう全然育ててねえな。でさらにボスか、次ボスか、ボスクエスト23行こう、行ってこい。さあボスバトルです。ふふふ、火星など名もなき小国であったものだが、今やこんなにも強くて強く大きな一大勢力になるとは誰も想像つくまいて、そんなその中心にいるのが、そう、神田川羊さんだ。私の手で打ち取ってくれるわ。え、羊さんなの。いや今いいよ、いいよ、レベルアップ。羊さんなの、小野の妹子じゃないの。やべ、強いマジか、やばい、え、3000食らってってる、やばい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 。どうどう、今のちょっと波超えたんじゃない、どう、うわでも強い、回復できないか、回復、よしよしよし、回復していかないときつい。あとはもう雑魚ばっかりか、ただもうこっちも10しかいないからな、いけるか。やっぱこの銃当たんない、ミスがやっぱきついんだよな。せっかく攻撃力が高くてもミスしたら、うわ後ろからでかいの出てきたぞ、あいつだけか、あいつ一匹ならまだなんとかなるか、回復まだできるかな、できるできる、いいぞいいぞいいぞ、ある程度回復さえしてたら銃でもまだあいつ一匹だったら戦えるんじゃないか、あいけそうだな。待って待って、まだ回復できるかな、切り替え、 SP まだある、ま、こいつらが回復持ってるかどうか知らんけど、いやいけそうだな、いけそういけそう、ガンガン、一旦ガンガン回復しよう、この竜の前にガンガン回復しよう、スピードアップもいいけど竜来る前に回復入れよう、入れよう入れよう、どうした
よし、いいぞ。いやー、前の二人、小野妹子とかぶっ飛ばされたのが痛いな。この戦闘終わったら一旦火星帰ろうかな。まあここが何になるかわからないけど、祖父子の弓とかもらったから、それを強化して強くしときたいなっていうのもあるんだよな。今持ってる槍とかがやっぱ弱いから、弱いっていうか、そのスピードがやっぱね、このミスがめちゃめちゃ多いじゃん。うちの子これってミスって全然当たんないの。これほら、ミス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 ね、これ全然やっぱね当たんないのがね、だいぶ痛くなってきちゃってて最近。ほら向こうの攻撃はしっかり割と当たってくるんだけど、ま、当たればでかいけど当たらないと弱いみたいな、ま、当たり前のこと言ってるけど本当にまっとうに頭のまともな普通のこと言ってるけど、やっぱ当てんといけんから。そうだな、もうちょっと当たる武器が欲しい。いいぞいいぞ、そこそこ回復してきた。ただただ頑張れよ。いいぞいいぞ、回復して。後ろの竜とこの銃のやつ、こいつがそこそこ強そうだから。ほらミスばっかり、ミスばっかり、全然当たんねえんだよマジこいつら攻撃が。これ銃だから当たりづらいとかあんのかな。いや、いい感じに削られる。まだ後ろの竜が攻撃してきてないのにかかわらず、いや強い強い。ここで回復、ここで回復いるよ、ここで回復いるよ、回復いるよ。指示出させてほしいわ。大丈夫か。ほら強い強いって、回復入れて、回復回復、まずいって、回復入れろって。できるでしょ、おい。いやマジか、どうしよっかな。いや、もう一回やったら勝てるんだ、もう一回やったら勝てるんだ。やっとくか、ここ倒しとくか。これはかわいそうだって。この状況はもうかわいそう。せめて全員ね揃ってから、ゲフ羊めねえ、この竜のセリフ俺言ってあげたい代わりに。せめてそこやり直、お前ら全員復活して全開でやり直すなら、俺らも最後のターンぐらいは全開させてくれって思うよね、さすがにね。ズルだもんね。完全に。よし、そっか、これでレベルも上がるから、まあまあいっか。盾の極意ゲット、誰、バーソロ金太郎。いいじゃんいいじゃん。よし、そうだな、こいつらも結構いるし、あ、いいぞいいぞ、サインアップで。さらにここ何なの、あ、隠れ極上 B プラスだって、うわー、ランク68。え、ここ解放されないの、ボス倒したのに。あ、そうなの。え、ボス倒したら解放されるもんじゃないの。まあ、一旦帰ろう。今日は3箇所か。1、2、3箇所解放したぐらい。いや、どうしよっかな、これ。3箇所解放ずつだったら、これ、どんだけかかる？シャープ何本までいく？いや、これどうカットしていこう、マジで。本当に悩む、このゲーム。結構でも本当に毎回いろんな発見あるから、見せていきたいんだよな。ボスもいろいろ喋ってくれるし、いっか、シャープいっぱい言ってもいっか。そういうボリュームで作られてるからな多分。いや、いいね。いや、でも今回4人5人がきつかったから、10人で攻めていけるようになったのもだいぶでかいし。ちょっと待ってよ、そこそこ溜まってんの。ああ、卵もある。その卵もね、復
活した、復活したっていうか孵化したのがあるんで、どうしよっかな。15とかもいらんかな、いらんか。34,000、15、医者強いのかな。3万超えたら取っとくか。3万と超えたら強そうだから、いや4はもういい、4はいい、いや4はいい、本当に、いや4でも4は取っとこう。いや5取っとくべきか。いやだけど俺結構持ってるから、あれ星さんのさなかなか強かったやつ、まあいいか。お18万めっちゃ金になる、いっちゃえ。あなんかくれたりはしない、王様くれないね。これで見て見て見て、うなぎ尽くしですよ、鉄砲うなぎ尽くしですよ。12、あ違うこっち、サメシャーウオカイ、お待って星音出てる、123匹いますよ、シャーウオカイ。まあここら辺のまあちょっと分かれるとか、まあこれはちょっと整理しときます。じゃあ今日のところはこれぐらいにしよっかな。あとやっときたいことはまあ一旦祖父子の槍、これちょっと強くしたいから、まあこれ強くしたりとかしとこうかな。で10人に増えたから、まあ、他のやつらちょっと強くしたりとかする可能性もあるし、うん。で卵もちょっと孵化させて新しいねモンスター出しとこうかな。まあ、今回鮭とか UFO とかいろいろ来たんで面白いの見るけど、いやクロティンクルル残してえな、なんかティンクルル残してんだよな。いや星4の回は強いよね、でも今んとこそうでもないけど、まあ、レベル上げたら強くなりそうな気もする。うん、まあちょっと考えながらやっていこうと思います。でちなみになんか、カッパ太郎回もらえる、もらっ、そっか、じゃあこれは次回だな。よしということで今日のところはこれぐらいにして、また次回やっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。